ちゃ、こんにちは。はい、ゆたかさん、はい、今日も第3戦行われました。疲れ切ってます今選手も疲れ切ってる、僕も疲れ切ってるよ、ね、そういうコメントもありましたけど、ね、はいはいはい、はい、今日は ねもう結果ちょっと見えてるので、はい、もうファイナルステージでね、うん、阪神が勝ち抜けしました。はい、ね、日本シリーズに進出ということになりました、はい、3連勝してね、はい、はい、でオリックス、ロッテは、うん、大手をかけたというね、オリックスが ね、はい、で第3戦ということで、はい、看板のちいちゃん、はい、またよろしくということ、よろしくお願いします、はい、まずは阪神の、うん、阪神広島の スタメンをね、はい、ちょっと見ていきたいと思いますが、はい、こうなります。はい、これ、ね、まあ、阪神は、うんうん、もう本当不動、ピッチャーだけ変わってるような感じですね。ピッチャーだけ変わってると大竹が先発で、うんうん、まあ広島の方もまあ変えてきてないよね、6番まではね、まあ変えてないし、まあ秋山を入れてきてみたいなね、まあ坂倉を8番に下げたというね、うん、いうことなんだけど、今日は左のエース床田、はい、ね、どうなったのでしょうか。はい、ね、どうなったのでしょうかっていうのは間違えて結果は出てるからね、うん、分かってるけれども、はい、どういう試合になったか、そうそうね、はい、はい、ということで4対2で阪神が勝ちました、はいはい、まず初回、うん、ね、大竹の投球、はい、でいきなり菊池がショートライナー打つんだよね、うん、はい、それを木浪が横飛びで取ったというね、うん、まあ、あれが抜けていれば、まあ、立ち上がり先頭打者を許すということでちょっと雰囲気も変わったんだろうけども、うん、まあ、ツーアウトから小園がエラーで出て、はい、まあ、堂林がショートゴロという、ね、まあ、無難な立ち上がりをね、やっぱさすがだなと思ったのは、うん、やっぱ低めに制球されてて調子自体はそんなにはいいとは思わなかったんだけども、うんうん、やっぱボールの高さがいいね。なるほど、はい、はい、で3回、はい、3回の表の広島の攻撃、広島の攻撃、はい、まあ、ツーアウトからなんだけども、うん、菊池と沼が連続ヒット、はい、ね、うん、それでこうやっぱポイントに挙げてた小園がね、うん、やっぱここら辺が大竹の真骨頂かなと思うのが、うん、やっぱ間違えないんだよね、うん、あのコントロールを、なるほど、でサードゴロにとって、まあ、無難に終わるという、うん、で4回、はい、ね、先取点を取るところ、うん、これもねツーアウトからだったんだけども、はい、あの上本がレフトにツーベース、うん、ね、ちょっとノイジーの守備もちょっと看板な部分はあったんだけど、うん、まあしょうがないかなっていうようなところと、うんうん、まあ秋山がショートの内野安打でつなぐんだよね、うんうん、でその後で1球目坂倉の1球目にインサイドをズバーンとつくんだよ、うんうん、で2球珍しく同じところに持ってって、はい、もうどん詰まったんだけど、はい、ライト前に落とされて、まあ、先取点を取られるというね、うん、この3試合とも広島が先取点取ってんだよね。そうなんですよね、うん、で1点先行、はい、ね、4回に、うん、その裏、ね、1点取られたその裏の阪神ですね、はい、うん、で中野がチーム初安打、はい、4回にね、うん、ショートの内野安打、はい、森下はセンターフライに倒れるけども、うん、まあ、この時に送るかなと思ったんだけど、はい、やっぱ森下あんまり小さいことはまだまだできないのかなっていうようなことで、うん、で、まあ、打たしていってセンターフライ、はい、で大山が大山の長打を避けた、怖がったのかどうかわからないけども、うん、ちょっと外にボールを集めすぎてフォアボール、うん、で里輝、はい、状態良かったんだよね、うん、レフトにちょっとこう詰まり気味のレフトフライ、はい、でノイジーが、うん、外のちょっと抜いたボールをまあクライド前に打ったね、うん、で同点、はい、もうすぐねこの3連戦見てるとやっぱすぐ同点に追いつかれるんだ広島がね、そうなんですよね、うん、うん、で同点止まりかなと思ったら坂本、うん、レフト前ヒット、はい、で勝ち越したという、うん、ね、でまあノイジーがちょっとあの塁を欲張ってアウトになって、うん、まあそのままチェンジになったんだけどもね、はい、あ、これやっぱり阪神行くなと思ったところが、うん、菊池が、5回に、はい、5回の表の広島の攻撃ですよね。そうだね、うんうん、ま、先頭バッターで、センター前ヒット、うん、でねここでね野間に遅らすかなと思ったんだけど、うんうん、強行に行って三振、はい、で小園がセンター前に
落として、うん、これで1・3塁を作る。ワンアウト1・3塁ね。ワンアウト1・3塁、はい、で4番の堂林、うん、レフトへ犠牲フライ、うん、すぐさま同点という、ね、今日はちょっと広島雰囲気違うぞみたいな、うん、まあ、そんな感じがしたんだよね、はい、で6回裏、はい、ツーアウトから、はい、阪神の攻撃ね、はい、佐藤が何でもないセンター前を打つんだよね、うん、軽く軽打をして打った、うん、でノイジーがまたフォアボール、はい、で坂本がライトに落として勝ち越したんだよ、はい、ね、うん、で7回、はい、これね、結局一塁走者のノイジー選手が、走塁死ということでチェンジにはなるんですよね。まあそうだね、うん、なので1点ということで、はい、はい、で7回、はい、7回の裏の阪神の攻撃、うん、はい、はい、で先頭バッター木浪、うん、いや木浪もよく打つ ねこの時にピッチャーが交代するんですよね、はい、うん、矢崎に変わるんだよね、はい、矢崎投手ですね、に変わるんだよね、うん、で木浪がセンター前ヒット、はい、でピッチャーに変えて、うん、小畑がピンチバンターで出てくる、はい、小畑がきっちり決めるんだよやっぱり、うん、でランナーセカンド、はい、ワンアウト、うん、で近本をね申告敬遠するんだよね、はいはい、でねこのシリーズ近本がやっぱセンター前ヒットのタイムリーを打ってんだけど1戦目にね、うんうんうん、でそれ以来ヒットがないのよ。そうなんですよね。でね状態がね俺決していいとは思わないんだよ、うん、でもシーズン通してさ近本にやられてるという広島の印象があるんだろうね。でもそうなんでしょうね、うんうん、それで申告敬遠をし、はい、で中野もフォアボール、はい、でこれで満塁になるんですよね。満塁になったね、うん、で森下、はい、フォアボール、ね、これで押し出しということで押し出しということでね、はい、その後大道に変えて大山佐藤って取っていくんだけども、はい、あの投手が大道に変わってね、うんうん、でだけどこの1点は重かったね。この押し出しですかね。押し出しはね、押し出しは痛かった。それで8回、はい、8回の表の広島8回、はい、岩佐が出てくる、はい、この時はピッチャーが桐敷投手になってて、で岩佐投手がマウンドに上がるんですよね。そうで、うん、西川三振先頭、はい、うん、で上本にレフト前を打たれて、はい、この時に末金を広島ベンチは、代打に送る。そうですね、うん、そしたら、石井にピッチャーを変えた、はい、岩佐田投手から石井投手にピッチャー変わりました、はいはい、で末金がセカンドライナー、うん、あのね俺思うんだけど、ね、うん、末金はやっぱプロヒッターで、はい、こういう場面でホームラン狙って、うん、おそらく同点を狙ってきたと思うんだけども、うん、中野のこっち側の左に飛ぶんだよね、はいはい、ライト方面に、うん、あれをねよく中野が反応したと思うよ。なるほど。でライナーを飛びついて取ったということ、ねね、でその後坂倉がショートの内野安打でつなぐんだよね。そうですね。そしたらピンチヒッター松山、うん、そしたら島本を持ってくるという、ね、はい、阪神のピッチャーね、ピッチャーね、はい、もうね準備が整ってるわ。なんかこう来たらこう来ますっていうのがもう決まってる感じですか。 そうそうそう、うん、それで、うん、まあ、ライトへハーフライナーだったんだけど、はい、森下がよく突っ込んでスライディングキャッチをして、うん、難を逃れたという ね、 ね、うん、まあ、それで、最後は岩崎が締めて、岩崎投手が締めて、うん、3連勝を勝ち取ったという、ね、日本シリーズの権利を勝ち取ったということなんだけども、はい、これ豊かの今日のヒーロー桐敷って出てるけども、うん、はい、桐敷がね、うん、6回7回って替えまたぎで投げるんだけどもさ、はい、この時に、うん、やっぱいいテンポで投げるんだよ。うん、それでね雰囲気を変えたね、流れを変えた。なるほど。うん、だから桐敷って書いてあるんだけども、うん、この桐敷が出たおかげで6回7回って点が入ってんだよね。うん、やっぱテンポがいいのと、非常に何て言うかな、坂本とのコンビが非常に良かったということね。うん、なるほど。うん、まあそれでこう勝ち抜けたんだけどもさ。うん、だからピッチャーで言えば阪神の方は桐敷がヒーローかなっていう、うん、なるほど、まあ、3連戦通してね、うんうんうん、なんか素晴らしい投球を見せてくれたということ、はい、
で全体的な MVP、うんうん、岡田監督が木浪って言っちゃったんだよね。おお、誰だと思いますか。全体的っていうのはこのクライマックスシリーズ、はいはい、で木浪って言ったもんだから、うん、まあ木浪でもいいんだよ、サヨナラも打ってるし、うん、ポイントとなるヒットも打ってるし、うん、守備も良かった。そうですね。しかし、うん、俺が選ぶのは豊かのということですね。豊かのっていうことなんだよ。豊かのっていうなると、うん、坂本なんだよね。なるほど。これはね、うん、3連戦通して、うん、村上、伊藤、うん、大竹、うん、そんなに調子は良くなかった。で坂本のフレーミングだったりだとか、うん、あのリードだとか、うん、まあ盗塁を刺したとか、うん、今日のバッティングだとか、うん、そう考えた時にはやっぱ坂本を外せないんだよね、うん、MVP から、うん、で岡田監督が坂本を上げなかった理由っていうのは、うん、やっぱその裏には梅野もいるっていうことなんだよね、うん、多分だからそこには岡田監督も気を使ったかなっていうような感じもするんだよ。うん、で木浪でも遜色ないんだよ、はい、ないんだけども今日の切り式ね、うん、スライダースライダーって外れて、うん、ピンチの時に、うん、マウンドすぐ行って、うん、こうなんか諭してるんだよね、うん、でまっすぐまっすぐで押し出すんだよ、うん、で難を逃れたとかやっぱり行くタイミングだとかリードだとか本当に坂本ってよくやったと思うんだよ。なるほど。この坂本がなくて3連勝はなかった、うん、だから俺はそう見たし、で木浪もね本当にこうつつけがたいんだけども、うん、俺はなんかこう坂本にやりたいなっていうような、褒めてあげたいなっていうふうに思うよね。なるほど、うん、はい、ただ3連戦通してやっぱりね、うん、ポイントになったのはやっぱフォアボールね、うん、やっぱフォアボールだとか申告敬遠からのフォアボールが続いたとか、うん、やっぱ1年間阪神がやってきた野球、うん、これがやっぱ間違ってなかったっていうことを証明できた、改めてまた証明したような、これね誰が打ったとか打たないとかっていうよりも、うん、やっぱフォアボール1つまた2つ、うん、それによってヒットが生まれて点になるって、ね、だヒットってあんまり打ってないんだよね。ね、今日押し出しもありましたからね。そうそうそう、うん、だからそういう意味ではやっぱこう圧力というかさ、うん、そういうものがやっぱ阪神っていうのは強いなっていうのは感じたね。なるほど、うんうん、広島はよくやったと思う。いやどの試合もねもう本当接戦で、うんうん、先制点はね広島が取っていて、そうだね、うん、まあどうなるんだろうっていう試合ばかりでしたね。でね今日はねやっぱり今まで今年1年間戦ってきた野球を新井監督がやろうとしたんだろうけども、うん、はい、7回の満塁のピンチの時に、うん、俺島内を持ってきてほしかったんだよね。うん、なぜあそこで矢崎とか、うん、でもいいんだけど、うん、ピンチを迎えたら岡田監督みたいに、うん、右だったら左、左だったら右とかさ、うん、右だったら右、左だったら左っていうのをさ、うん、ポンポンポンと持ってくるじゃない、はい、だから危機管理をするんだよね。でも広島でやって島内っていうのは一番中継ぎではいいピッチャーだと思うんだよ、うんうん、それをやっぱ最後に使ってほしかったな、ピンチの時に。ああ、もう少し早くって、ね、早くね、うん、投げてるんだけども、はい、そこじゃない。なるほど。もっとピンチをしのいでほしかったなっていうのはちょっと最後には残念だったけども、うん、でもトータル的にはね1年間見てきて、うん、本当にチームをまとめてね、新井監督が、うん、本当に家族のようなチームを作り上げたし、うん、まとまりのあるいいチームに仕上がったよね。ね、うん、だからまあ敗戦は残念だけども、はい、まあ1年間本当広島カープの皆さん、うん、お疲れ様でした。ねセリーグを盛り上げてくださいましたね。はい、ね、はいはい、ということで次はパリーグでございます。はい、パリーグもねなかなか素晴らしい試合が、いや面白い試合やってくれてるよ本当に、ね、ということで今日のスタメン、はい、これもねちょっとやっぱり両チームとも下位打線 ね、まあまあそんなに変わりはないんだけどね、うんうんうん、もうねそうね、うん、だからまあ DH に、まあ、両外国人というね、はい、この辺りも変わらず、はい、はい、ということで、ロッテはね安田選手と岡選手の打順と、うん、まあ
7、8変わってきたかな。右左でこう変えるよね、うんうん、あの上下をね、はい、で今日オリックスの、8番9番ね、はい、中月選手と義母選手がスタメン、はい、で先発が東投手と沢村投手ということで、ね、まあ、沢村が先発するっていうことは、うん、あのブルペンデーということでね。そうですね、はい、ということでね、前回はねブルペンデーの時がとても良かったので、ね、チームがまとまって ね、でブルペンデーの時っていうのは負けてないんだよね、ロッテはね今年ね、うん、だからそれがどうなるかっていうのはね、はい、ということで、はい、でこうなりました、結果はね、これまた終盤までゼロが並びますが、はい、2対0でオリックスが勝ちました、ね、はい、はい、でまず振り返りは1回、うん、1回、ね、両チームの1回ね、はい、うん、荻野が粘って粘って9球粘ってショートゴロ、うん、で藤岡がレフト前ヒット、はい、藤岡このシリーズいいね、そうですね、で今年なんかすごくバッティングを掴んだね、うん、この選手は、うんうん、で角中フォアボール、はい、いきなりチャンスなんだけどもポランコ安田が倒れて、うん、まあ、無得点、うん、まあ、東の立ち上がりっていうのは決して良くなかった、やっぱりちょっと硬かったね、硬かったけどもやっぱこう負けてないピッチャーだけにさ、うんうん、あの硬さはあってもしっかり抑えていったと、はい、はい、でその裏沢村、うん、いきなり中川にヒット、はい、ね、ここで、胸に送りバントするかなと思ったら強行に行ってキャッチャーフライ、うん、ね、で森がフォアボール、はい、でセデーニョが三振という、うん、で杉本がフォアボール、はい、まあ、いきなり満塁なんだよね、ね、フォアボールがもう2つ、まあ、そうだね、うん、でどういう沢村もやっぱこう中継ぎに入ってさ先発の経験はあるけどやっぱ先発って硬くなるよな、まあね、うん、で満塁から紅林をサードゴロに取って、うん、まあゼロに抑えたというね、もう大ピンチでしたね、はい、初回から、そうだね、はい、で次に系統として中森を持ってきた、はい、あの、ね、3回からね、2回からね、うんうん、2回裏、はい、2回裏のオリックスの攻撃ね、はい、ゴンザレス三振、うん、若月レフト前ヒット、はい、で義母、うん、送りバント、はい、ね、ワンアウトからの送りバント、うん、これをキャッチャーがエラーするんだよね、うん、セカンドに悪送球して、ね、1、3塁を作られる、はい、ワンアウト1、3塁になります ね、うん、で中森ってまだ若いしさ、うん、これは動揺するなと思ったら、うん、1番に帰って、うん、中川、はい、空振り三振、お、ね、フォークボールを落とした、うん、で胸にフォアボール、はい、このね、中川選手の三振の間に一塁走者の義母選手は盗塁してるんですよ ね、でツーアウト 2,3 塁になってるんですよね、そう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 、でそこで胸選手がフォアボー ル、はい、で森で満塁、はいはい、で森がまあ痛烈なセカンドゴロだったんだけども、うん、まあアウトに取ったという、これもねピンチをしのぐような形ですね、そういやすごかったね、うん、中森が、で中森が結局ね3イニングつなぐんだよ、で無失点に抑えていく、うん、いや来年期待できるな中森は、うん、うん、で5回、はい、5回の表のロッテの攻撃、ね、ロッテの攻撃、はい、で先頭バッター、うん、山口ヒットレフト前、はい、で佐藤俊也センター前に落とす、はい、1、2塁ね、1、2塁、はい、で中村がきっちりバントで送る、はい、ワンアウト2、3塁、いや選手戦来るかと思って、うん、荻野ね詰まったんだよね、うん、浅いセンターフライになっちゃって、はい、まあ点がタッチアップできないという、うん、で続いて藤岡、はい、ね、それまで2打席連続ヒット、うん、ね、でこの打席もいい当たりのレフト、うん、前に落ちるかと思ったら杉本が大ファインプレーだ、やっぱ守りもいいね、ねうん、で、点が入らずねえ、チャンスちょっと活かせずということですね、はい、その5回裏、はい、ね、ピッチャー変わりましたね、ピッチャー国吉、うん、で先頭バッター宗フォアボール、はい、ね、森がセンターフライ、うん、セデーノレフトフライ、杉本にレフト前ヒットを打たれる、はい、これで2アウト1、3塁になるね、紅林痛烈なピッチャーライナー、よく国吉が取ったよ、うん、ね、あれだけでかいピッチャーが、ね、ちょっと膝よりちょっと低い打球だったからね、うん、だから抜けたと思ったのを取ったよね、よく、はい、うん、でこれでまたね、
はい、なんとかピンチをしのぐような形で3アウト、はい、はい、で6回の表、はい、ロッテの攻撃ね、はい、ピッチャー変わります、はい、ピッチャー変わります、コキダ、はい、はい、コーギータ、コギータ、はい、で角中センター前ヒット、うん、ね、ポランコサードフライ、はい、安田三振、うん、で岡がフォアボール、うん、で山口が凡退というね、なかなかやっぱ点が取れないんだよね。でもね、細やかにやっぱ両軍ベンチが、うん、やっぱピッチングコーチが行くね。ね、で間を開けてあげたりだとか、うんうん、やっぱこう攻め方をしっかりさせたりだとか、うん、まあ、そういうことするね。そういうのが結構ね重要なんでしょうね。いや重要だよね。うんうん、で、7回の表のロッテの攻撃ね。はい。はい、小木田投手から山岡投手に、はい、はい、でワンアウト後中村がデッドボール、うん、はい、で荻野が送る、はい、これで2アウト2塁ですね、はい、うん、で藤岡にやっぱかけるんだよね、回ってきますね、あ、やっぱ藤岡のねバッティングって状態いいから、うん、やっぱもう1点差勝負になってるからね、うんうん、もう1点取れば勝てるかなっていうような試合になってるから、はい、まあ2アウト取られても荻野に送らした、うん、で藤岡のバッティングにかけた、うん、これ詰まらしたんだよね、うん、ショートゴロ、はい、でアウトチェンジということでね、うん、本当にね1点がなかなか取れない、1点が取れないんだよ両チーム、うん、はい、で8回裏、はい、でピッチャー西村、うん、杉本先頭打者、うん、レフトへのツーベースヒット、ね、これカクちゃん取れたかなっていうような当たりなんだよね。なるほど、うん、だけどちょっと待ったばっかりに打球が大きく弾んで、うん、その間に杉本がナイス走塁でセカンドを落とし入れる。なるほど、ね、うん、で次紅林、はい、バントかなと思ったら、うん、この時杉本選手ダイソー出てるんですね。そうだね、小田選手ね、はい、はい、で紅林選手が右方向に打ちに行くんだよね、うん、やっぱ進塁打を、うん、だけど西村がねうまい方向を落として引っ掛けさせるんだよ。なるほど、だからランナー進めないんだよね、うんうんうん、で続くゴンザレス、うん、ゴンザレスがセカンドゴロ、はい、でその間にサードを落とし入れた、はい、ツーアウト三塁ですね、はい、で若月、はい、でねこの時にね若月は2本打ってんだこの試合で、うん、で次にピンチヒッター頓宮ネクストで待ってんだよね、うん、なるほど、だからねやっぱ若月と勝負いくよなこれ、まあね、うん、そしたら見事にレフト前ヒットを打って、うん、待望の先取点を挙げる、ね、ようやく8回でね、うん、これまで13塁だから ねオリックスが、うん、でピンチヒッター頓宮、はい、ね、見事に初球を、うん、レフト線ツーベース、ね、うん、これがタイムリーで、まあ、若月もねよく帰ってきたよいや本当に、うん、まあ、ヒーローインタビューでは運動会を思い出したと、小さい頃のもうチャンチャンチャ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 ンっていうようなそんな感じの走塁だったけども、うん、まあ2点を挙げたという ねこの2点はねこの試合展開だととてもとても大きい、まあ、ただ、うん、まあ抑えに平野が出てきた、うん、昨日上がりだったんだけどもね、はい、ベンチに入ってなかったんだけども、うん、先頭打者岡がライトへのツーベース、はい、これまたドラマが生まれるのかと思ったら、うん、まあ、山口が三振、うん、佐藤俊也、セカンドフライ、うん、で中村がピッチャーゴロという、ここ代打ですね、あ代打か、代打で石川選手で、石川ね、はいはいはい、で、ピッチャーゴロというね、はい、あ、まあ重かったけども試合は、うん、だけど今日のヒーロー若月、はい、ね、やっぱりリードもさながら、うん、打つ方ね、ね、そうですよね、よく本当に頑張ったし、うん、まあ、走塁も含めて、走ってね、うん、うん、素晴らしい活躍をしたし、今日は大活躍、うん、はい、まあ、両方とも阪神もそうだけども、うん、やっぱキャッチャーがやっぱ活躍するとチーム勝つね。なるほど、うん、それとこの2点目を挙げた頓宮、うん、これが帰ってきたっていうのは大きいね。なるほどね、やっぱねちょっと違うよ、やっぱ首位打者を取ってるだけあって、ね、今年のやっぱこう頓宮のバッティングっていうのは一味も二味も違う、うん、これがやっぱりいい具合にこう出てきたっていうのはこのまままだ早いけど勝ち抜けて日本シリーズになったらポイントを握る選手になってくる可能性があるよね、うん、はい、ね、
ということでね、オリックスが2対0で勝って、はい、王手をかけるということになりました、はい、まあ明日はね、宮城と、種市、はい、そうなんですよ ね宮城は本当にあの1点台を誇るね素晴らしいピッチャーだし、うん、種市はちょっと故障上がりかなっていうような、うん、もうちょっとか感覚空いてんだよね。なるほど、うん、だからちょっと心配ではあるけども、うん、まあとにかくもう明日勝たないとロッテも終わるわけだから、そうですね、まあ、全力を持ってね戦ってほしいと思います、うん、ね、明日18時プレイボールということでね、はい、はい、まあ阪神はね一足先にあの日本シリーズを待ち構えてるという ねどっちが挑戦者として、挑戦者じゃないな、どっちと戦うのか、うん、ね、まあ、関西ダービーになるのかなっていうような気もするけども、うん、ね、今の星の数でいうとということですよね。まあそうだね、はい、まあ、また阪神はね先にこうあの日本シリーズ進出決まって、はい、これはプラスのこと？じゃあもう、うん、あんまりリスクを伴わないで、うん、まあ、また調整する期間もね、うん、まあ、できてるし、うん、まあ、阪神はちょっと打線が低調だったんだよね、このクライマックスシリーズ、うんうんうん、でもねこっからちょっとね上がってきそうな気がするんだよ。うん、だからクライマックスっていうか日本シリーズの時には、うん、なんかみんな状態を上げてくるかなっていう、うん、まあ、近本にしても中野にしてもね、うん、で、まあ、森下はまあまあ今のまま振るんだろうけども、うん、まあ、大山里輝とか、うん、まあ、ここら辺はなんかちょっと上がってきそうな気がするよ。なるほど、はい、これ1週間以上空きますよね。次28日の土曜日が日本シリーズの初戦なので、そうだ、ね、ちょっとこの1週間ね、はい、あ、まあ、1週間調整期間 が、ね、うん、できてるから、うん、まあいい具合かなっていうふうには思うけど ね、うん、まあとりあえず明日、はい、ね、決着するのか、かもうそれとももう1試合あるのか、あるのか2試合あるのか、はい、はい、まあ、楽しみにしてます。はい、はい。